今世の中にフレンドリーって足りてます？あれなんかいきなりでかいこと言っちゃいましたね僕。でもみんながほんの少しだけフレンドリーになったらそれだけで、今日はもっと優しくて温かくて前を向きたくなるんじゃないかな、なんて。つながるライブ配信ポコちゃん。人と人がつながるとか、そういう媒体だと思うので、もともと人見知りだった自分が自分の成長を感じましたね。こういうセリフを言わせてもらえるようになったんだなと思って、感じましたね。秒数とタイミングがすごい決まってる撮り方で、他の演者の皆さんとダンスが完成したみたいな感じのなんか手応えみたいのがあったので、なんかそのあんまりカットせずに撮ってるっていうところがちょっと見どころなのかなとは思いますね。めちゃくちゃ難しかったですね、はい、結構その秒数とセリフと、セリフも止めないんで、セリフと秒数と目線とマイムととかいう、結構もうちょっと早く現場に入ればよかったなと思いましたけど、はい。東京ドームライブやったんですけども、その時にスタッフさんにこうオードリーの友人席っていう席を席数確保してもらったんですけど、2人合わせて半分もいかなかったっていうことがありまして、その分ね一般の方にも入ってもらったんですけども、まあ単純にフレンドリーが足りないというか友達が少ないなっていうのを痛感しましたね。ただ歩いてるところとか配信とか、そういう街歩き的な仕事が結構相方は多いんですけど僕なくて、ちょっとやってみたいなと思いますね。自分の育った街とか歩くとか散歩とかのライブ配信してみたいですね。まあね、彼はやっぱり編集が入った方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。長くロケで回してそこをやっぱり実力のある人に編集してもらうっていう方が向いてんじゃないかなと思いますけどね。結構話長いんですよ実はね、それがあるんで、まあ、逆にいいんですかね、そういう姿が見れるのも。まあ向いてないと思いますけどね。今世の中にフレンドリーって足りてます？Yeah.